おはようございます。我が瀬の影山です。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はですね、あのー、まあ、お店をね、こうやってるんでですね、お客さんとこうお話しする機会がこうあってですね、で、その中でこうお客さんがに言っていただいたことを、そのままね、その行動に移すというか、 あの具体的に言うとそのどこどこまあ行ってよかったよとか美味しかったよとかそういうのを聞いたらそれをなるべくねえ食べたり行ったりっていうのをこうするようにしてます。というのはねあのお客さんがその教えてくれることまあほぼほぼえー間違いないというかねまあえーいいところであったり美味しいもんであったりっていうのをこう教えてもらえるということで。 えー、そこはねこういろんなこうお客さんにこういろいろこう言っていただけるんで、うん、1つずつねそれをこう実行に移していくというかね、えー、行動に起こしていくというか、えー、そういうことをしてます。でで、えー、先日ですねお客様にこうまあ スイーツのおいしいところとか、そのパンのおいしいところであったりとかですね、えー、いろいろこう教えてもらう中でですねその、池田牧場っていうのがあるんですね、永、え、源、ー、寺の方ですね、えー、池田牧場ってあるんで、そこのジェラート、むっちゃうまかったよってこう教えていただいたんですよね。で、あほそしたら次の休みにちょっとほな、池田牧場、えー、行ってみようかということで、えー、行ってきましたというところですね。 うん、で、えー、っとですね、僕はそのソフトクリームで一番おいしいなと、今まで食べた中でおいしいなと思ったのが、えー、竜王ですね、竜王インター、降りてすぐ、ちょっとしたらもうすぐ着くところで、コカブ牧場っていうのがあるんですね、コカブ牧場。えー、で えー、そこのソフトクリームが僕が今まで食べた中でいうと一番おいしいなというふうにこう思ってますでも行ってる数がまだまだ多くないんでこういろんなところ行きたいなと思ってるんですけどもねまあ牧場のほんで牛乳とかもなかなかうまいんでね、えー、その辺もこういろいろ飲み比べというかおいしいものをどんどん飲んでいきたいなと思ってるんですけどもほんで池田牧場まあ行ったらまあ牛乳はまあ買って帰ろうと。 でせっかく言ってはるんで、そのジェラートを食べようというふうに思って、こう、行きました。で、えー、インターは妖怪地インターで降りて、妖怪地インターからちょっとまあまあ、えー、すぐではないんですけども、えー、車をね、こう走らせてこう行きました。で、えー、とその着くまでに結構狭い道もあったりして、まあ、最後らへんとこね、えー、牧場に着く直前のところがちょっと狭い道もあったりして、で着いて、 意外とねこうどんなんかなと思ったまあそのジェラートが売ってるところがあってっていうぐらいそこまで大きい感じはしない大きい、えー、牧場っていう感じはしなかったんですけども奥行きちょっと分かんないですけどもで早速、えー、ジェラートを買,買おうといろんな種類があるんですねいろんな種類があってですねその一番人気はミルクって 出てたんで、えー、ミルクのこうシングルをこう普通にこうそのままですね一番人気を買いましたで、えー、食べたらですねもうあこれはうまいなと。 うん、一口食べたらこれうまいなっていうのがこう分かるその美味しさやってああなるほどこれお客さんが言ってた美味しいジェラートやなと思ってああこれは良かった良かったとほんであと牛乳もまあまあ買っていこうと思って牛乳を聞いたらですねちょっともうないですということで、えー、売ってなかったという状態でそれ牛乳飲めなかったのは残念だったんですけどもまあまあジェラートを食べれてまあまあ良かったなというところですでえー、っとね まあお客さんというか他のこのグループ、女性が2人組で来てたり、ですね男性、作業服の男性が2人組で来てたり、ほんで、僕らが着いた時にこに帰ってくる家族連れの方がいたりとかね、まあ、何人かはこういる感じで、ただそんなにね、たくさんの人がいて、どうのこうの例えば、黙々ファームみたいなこう大きさのもんではないんで、気軽に行けるんじゃないかなというふうに思います。うん で、えー、せっかくこう八日地まで来たんでそのまあ、池田牧場だけでこう終わらすのもなあと思って、えー、ちょっとほんで晩ご飯も考えてですね愛東、えー、マーガレットステーションというまあ道の駅のようなものですねがあるんでですねそこへちょっと行きました。 たらこう晩御飯のの材料にななるようなもの僕を考えてた中のようなものはなくてですお弁当はあったんですけど、えー、休日の晩ご飯はお弁当でっていうことはちょっとしたくなかったんでちょっとここはやめようと思って、えー、ちょっと場所を移してですね、えー、フレンドマート古刀っていう、まあ、平和道ですねのフレンドマートの古刀に行ってそれで買い物をしました。 で買い物してこうレジしてる時に一瞬その自分が今妖怪地にいることこうやっぱ同じようなこうスーパーに来てるんで忘れてしまいますねもうセ田のような感覚,感覚でこういましたけどもでまあまあ買って晩ご飯の、うんの材料を買ってで帰ってきたということでまあちょっとしたねこう動きやったんですけどもなかなか良かったなと思って本当はねそのもっともっと時間があればですね その妖怪地平和記念館とかね他にもいろいろあって公園があったり大きい公園があったりとかいろいろあっていろいろ見て回りたかったんですけどもまあそうもしてられへんということでまあまあ帰ってきたということですうん。でこれもねだからお客さんにこう教えていただいた情報でこうまたこう広がるというかね原文が広がるというかまたと いいところを教えてもらえるということで、で、自分のやっぱりこうストックがまだ溜まってね。 こう池田牧場行こうかと思ったらジェラートうまいとこ行きたいんやったらちょっと池田牧場へパーっとこうね高速飛ばしていけばいけますしでこうまあソフトクリームやったらコカ・ブ牧場に行ったりとかですねえまあ黙々ファームとかねえそういうとこに行ったりとかねいろいろできますで他にもねちょっと違うお客さんなんですけどもえ牧場でこういいところを教えてもらってそのお客さん曰く牛乳はもう一番おいしいっていうえ牧場があるんでそこへ行ったりそのそれはですね、えー 新名神ですすねねでで降りるるところにある牧場らしいです、ね、でそこはこう予約してこう牛乳を買いに行きますと、えー、何本買いますって言ってお伝えしてほんでこう買うというところでその、えー、売ってる売ってないんですねその予約制なんでその予約が入った牛乳しか 買えないっていう状態になるらしいんで、それも一つちょっと楽しみなんで、またこう行ってみたいなと、こう思ったりこうしております。で、他にこう、次の休みにはここ行こうっていうのはもうある程度決まっててですね、どん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 こう行っていかないと、お客さんが言ってくれた、その言っていただいてるものがこう、たくさんなってきてるんでね、どんどんこなしたいなと。まあ、週まあ2日、もし休みがあればね、 あのもうちょっと行けるんですけどまあ週1なんでその週1のまあ限られたその休みの中でもこうやらなあかん動きっていうのが結構あるんでですねそれでこう昼からなんとか時間を作ってそこへこう、えー、行くという状態をこう作ってるんで、うん、なんとかこういろいろとこうやっていきたい。で、えー、そうですねまあまあ今はまあ週1日の休みでこう動く形ですね、うん、これはまあステップアップこうしていきたいとは思ってますけど ということで今日はですね、えー、休日に池田牧場に行ったよということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。